カラビュックはトルコの国会地方にある町。カラビュック県の県都で人口は108,167人である。地区の面積は760平方キロ、標高354メートル。アナトリア半島北部、アンカラの北およそ200キロメートル、ゾングルダクから115キロメートル、カスタモヌから113キロメートルに位置する。1995年に、 カラビュック圏が設置されるまでは、ゾングルダク圏の一部だった。アラチュ川とソアンル川が合わし、フィルヨオス川となる。カラビュックの地名の出所は、はっきりしない。トルコ語でカラは黒もしくは土地、BK は茂みを意味するから、カラビュックでは黒い茂みの意になる。カラビュックは、国海沿岸のアマスラと、中央アナトリアを結ぶ街道沿いに位置する。トルコ圏国語しばらくは、 サフランボルのヨーレベリ村に属するわずか13個の小村でアンカラゾングルダクセンの駅が設けられていた。町の発展は国の産業化政策で始まった。1939年、初の国営製鉄所が建設されて以降急速に発展。1953年に地区に昇格し、1995年には県都となった。市街の三キロメートル郊外にある ハドリアのポリスという4世紀の古代都市には多くの噴水、境界、浴場が残る。近年になってその大部分が発掘されたが長年横行してきた洞窟が観光地下に悪影響を及ぼしている。温暖湿純気候で夏は蒸し暑く冬は冷涼である。区敗石や石灰石を散するほか、ゾーングルダクから石炭とマンガン、 ジブリーから鉄鉱石が供給されることから、コークスロ、コー鋳造所などがある。硫酸やリン酸塩の化学工場も置かれている。ゾングルダク一帯は、丹田が広がっている。トルコの大手製鉄メーカー、カルデミールが本社を構える。ありがとうございます。